放送席、放送席、勝利監督インタビュー、与田監督にお話を伺います。週の頭を取りました。なんといっても今日は大野投手のピッチングに尽きると思いますが、振り返ってみていかがですか？もう本当に最後まで安心して見ていられましたし、最初の得点もね、大野のバットからという得点でしたので、本当によく活躍してくれたと思います。その大野投手を中8日で週の頭に持ってきた、この辺りの思いというのはどうだったんでしょうか？いろいろと今シーズン本当にコンディションというのはすごく難しいシーズンなので、いろんなことを考えながらやってますけども、いい結果を出してくれてよかったと思います。しかもその結果というのが5戦連続完投を2戦連続完封勝利というこの上ない成績だと思うんですが、改めてその記録についてはいかがですか？もう本当にこの記録に関しては大野本人、そしてチームメイトのサポートで、うまくできた記録だと思ってます。ただあまりこう記録を意識しすぎて無理をさせないようにということも考えなければいけないんですけども、本当に素晴らしい記録だと思ってます。与田監督、今日はイニングの間に大野投手に声をかけたり、声かけというのはしたんですか？今日は全くしてません。はい、やはりそれだけ今日は見ていても本当に安心したピッチングだったということでしょうか？そうですね、声をかけた時が別にいつも心配というわけではないんですけれども、雄大選手の表情というのはいつも端からよく見てるんですけれども、今日はじっくりと声をかけずに見ていられました。はい、さあ、そしてシーズンも折り返しを過ぎています。この本拠地名古屋ドームに戻っての3連戦、非常に大事だと思いますが、明日へ向けての戦い、教えてください。やはりこの地元名古屋に帰ってきて、たくさんのファンの方に応援していただくのが本当に力になりますし、選手たちもやっぱ表情がすごく生き生きしてくるんですね。ですから、そういった意味では明日明後日連勝できるように、またファンの皆さん、よろしくお願いいたします。まずは勝利監督インタビュー、与田監督でした。ヒーローインタビューまでお待ちください。放送席、放送席、14年ぶりの球団記録達成です。球団4人目の5戦連続完投で5勝目、しかも2戦連続の完封勝利、大野雄大投手です。ありがとうございます。ナイスピッチングでした。はい、ありがとうございます。まずは中8日でのマウンドとなりました。どんな気持ちで今日はマウンドに向かったんでしょうか？はい、しっかり休みをいただいたので、週の頭に回ったということで長いイニングを投げたいなと思ってました。今日は投げる前、5戦連続完投の意識というのはどうだったんですか？頭のどこかには、ね、間違いなくありますし、ただそれを意識していってしまうと、あまり良くないタイプだと自分は思ってますので、まずはそのしっかり試合を作るということを目標においてマウンドに上がりました。ではその試合を振り返っていきますが、まずは一回り目、パーフェクトピッチングでした。素晴らしい立ち上がりでしたね。そうですね、カープ相手に投げるのが久々だったんで、セリーグナンバーワンのチーム打率のカープなんで、慎重に立ち上がりは意識していきました。そして5回2アウトから初めてのヒットを打たれましたが、その後も落ち着いてましたね。そうですね、本当に回を追うごとに、もっともっと慎重に丁寧に投げられたと思いますし、その結果が最後まで投げられたんだと思います。さあ、そして今日の先制点は大野投手のバットからでした。あのシーン振り返ってください。不細工だったんですけどね、ほんまに1点欲しいですから、なんとかバットに当たって、1点入ってよかったと思います。さあ、そして今日は2試合ぶりの2桁奪三振、11個の三振を奪いました。この三振への意識というのは今日はどうだったんですか？そんな狙ってはいないですね。本当に球が少なく投げられる方がいいと思ってますし、でもまっすぐがしっかりと走ってて、フォークが低めに
決まってた結果三振が取れたと思うんで、それはいいと思います、はい、最後8回には味方がダメ押しでも入れてくれましたが、今日は完投、完封どのあたりで意識をしましたか。2点目入った時ぐらいから、長いイニング投げたいなと思ってましたけど、本当にその相手の栗投手もすごく投手出して投げてましたし、それにつられて投げられたといいますか、いい試合、いい投球ができたのはやっぱり栗投手が気合い入ってたんで、僕も気合い入りました。さあ、そして来週は首位巨人とこのままでいくと投げ合うという形になります。相手は菅野投手が予想されています。しかも6戦連続という球団新記録もかかります。来週のピッチングに向けてどのような思いでいきたいですか。菅野投手もしかしたら中後でずれるかもしれないですけど、ね、もし当たるとなれば、菅野投手投げ合うということはすごく意識していくと思いますし、完投勝利というよりはほんまにもうチームが勝つことが一番だと思いますし、その状況によって、最善の選択を、していきたいと思います。さあ、カード頭をチームとしても勝利取りました。これから巻き返しの9月としていきたいところです。最後にファンに答えてください。はい、なんとか、大事なカード頭を取りたいと思って今日はマウンドに上がって取れたんで、なんとか選手1勝5敗やった分を今週で少しでも、取り返せるようにとチーム全員思ってるはずなんで、そうやってやっていけるように頑張るので、皆さんまた応援の方よろしくお願いします。今日のヒーローは大野雄大投手でした。放送席どうぞ。